久保さん、価格で見る人は価格に行きますよね <laughs>。まあおっしゃる通りだなと思います。まあこれユニクロなんですけど、別にユニクロじゃなくても GU でもいいですし、なんでもいいんですよ。ただユニクロ行った方が楽っていうね。まあ安いし、品質もある一定を担保しているっていう。うん。だからまあユニクロになるだけだって GU でもいいですし、まあ H&M でもいいだろうし。 なんだろうな。まあ僕はドリームアカデミアでも教えてるんですけど、価格で釣って価値を感じさせるっていう。価格で釣って価値を感じさせて、今度は価値を価値で売るっていうね。うん。まあ露骨にね、今回ドリームアカデミアの、えー、120万円のセールスはもうその流れですね。要は新規の人は誰一人いないですね。新規で120万という人は誰一人いなかったですね。 少なくとも僕の商品を買って価値を感じてやりとりがあってでドリームアカデミーですね、はい、まあ本当露骨に出ましたねだから面白いなと思いましたねやっぱその120万クラスになると新規はいなかったっていうでも逆を言うと僕はあのまあそのロジックですよね価格で釣って、えー、価値を、えー、感じさせて、えー、価値を価値で売るっていうこのロジックがその通りになったんだけどある反面 その新規がいなかったっていうのはあ、なんだ、無料で価値をまだ伝えきれてないっていうところもあるので、まあ、それはまあ、僕の企業努力で、無料で価値を、もう無料で300万、無料で1000万の価値を伝えていくっていうのをやっていくと。ただ、これに関しては、多分あと5年、あと10年、えーまあ、ずっと発信を続ければ、まあ、絶対出てくると思います。 うん、僕のお客さんで、ね、7年ぐらいずっといてる人もいるんですけど多分マ、ま、久保さんの即可塾入る人も、ま、ずっと見てますみたいなね <laughs> ずっと見てますみたいなだからそのずっと見てる10年みたいなね10年後 <laughs> やっぱ入らんとあかんなみたいなね <laughs> 10年分の無料の価値を感じてねこいつはずっとやっとるぞと <laughs> 10年さすがにいるぞともうこの億万長者合宿のやりとりもね まああとねもう20年か30年死ぬまで続くんでこれはあいつらは異常だなぁとだその異常っていう価値ですよねこいつらは本当に普通と違うとまあそこに価値を感じてくれれば多分120万も売れると僕は思ってますそれはこれからの未来僕がやる未来というか今やるべきことをやってねずっと続けていくっていうまあ100歩譲って10年いろんな人10年の えー、そのいろんな情報を見てる人っていうのは、ノウハウコレクターの人たちっていうのはあ、いっぱい見てるわけですよ。で、多分おそらく10年の間に消えてきます。その見てる人はね。で、僕しか残らない。<laughs> そう。だから結局選択は僕しかなくなりますよね。本当にこの人消えねえな、みたいな。ずっと発信してねえな、みたいな。うん。だからそれはまあ、これから頑張ればいいのかなと。ドリマアカデミアの120万のセールスは、今回が初めてだったんで、うん。 まあこれからですね。勝負はこれからって、僕、僕からすると勝負これからかなと。有言実行で、まあ僕が本当に60歳ぐらいになるときは、一括でね、バンバン入るようになる可能性が高いんじゃないかなと。でもその可能性に依存しないし、それは売れなかった、売れなかったで、また違う施策するし。うん。でもね、多分ね、僕はあと20年も続けていれば、多分最後の案内、 で、多分、一括で入ってくる人出てくると思うんですよね。そう。だやっぱね、まあまだちょっと決済入ってないんでわかんないですけど、一応その分割で何人かっていうレースはあったんで、まあ今後ちょっとあと、決済まであと2日ぐらいある,あるので、一括で入ってくるかなそう。だからその価値を感じたとしても、やっぱ内装で触れないっていうところもあるので、やっぱ一括より分割になるわけですね。 そうだ逆に言うとそのうーんその一括払ってもいいっていうお客さんを集客できるかっていう集客できていないっていうところもありますんで僕はねだま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 だですねうんだから一括でこの人に払ってもいいっていう人をやっぱ10人ぐらい集客できているともう,もう1000万ですからしかも直撃でねうん。 た,ただねまあ難しいですねここはうんまあこれからですね、うん、これから勝負ですよまあ多分久保さんの速乾塾も割合的に頭金3万円で払う人が多分8割9割だと思いますまあデータ見てないんで分かんないですけどうん多分12割が30万を一括で払う,うもしくはデータ見てないんで分かんないですけど9割が頭金3万 1>, 1割が30万。初回ですね。うん。ま多分割合的にそんな感じかなと思います。これもし半分だったらすごいですね、久保さんね。頭金3万、えー、一括30万で、これが同等半分の割合で入ってるってさ、それは相当すごいと思います。それは久保さんがその無料動画で価値をね、めちゃめちゃ提供している。で、価値を感じている。だから30万一括払ってもいいよと。もしくは30万一括が、 ああ9割とかね。ああ頭金逆に少ないみたいな。まあ、ここの転換したらすごいですよね。うん。そう。まあまあ頑張ります。頑張ります。僕はもう120万を一括で払えるような人払ってもらえるように頑張りますよ、うん。まあ一応分割でも入ってくるんですけどね。分割でも一緒なんだけども。 分割でも一緒なんだけどな。まあ、あの、月のそのキャッシュフローが少ないですからね、分割だと。<laughs> <laughs> 少ないですからね。なで、ね、結局また僕は年末売りますよ。うん、あの、キャッシュがな少ないので。多分、多分、一括多分一人もいねえんじゃねえかなと思うんで。そうなると、今月の売り上げがね、少ないので。うん、まあ、売り上げというか、まあ、キャッシュフローさ。 なんで、まあ補足として。しかも、そのクレジット決済の場合だと、決済手数料取られるんで <laughs>、その120万まるっとは僕に入ってこないんですよね。だから決済手数料で多分10万ぐらい取られるのかな ?9 万とかかな ?3% ー。結構取られるんですよ。うん、額が大きいんで。そう。頑張ります。いってらっしゃい。